時間割の変更を伝える元駅員の先生。はい、ということで、あとで今日ちょっと時間割の変更があってね、国語のね、2時間目の国語の米山先生がね、ちょっと体のダイヤが乱れちゃって、今日はね、終日運転見合わせたいということなので、この2時間目が実習になるんですけども、今回ですね、私がですね、振り替え運転させていただきますので、はい、こちらよろしくお願いいたします。授業のペースを調整する元駅員の先生。はい、今日はですね、授業進めていこうと思ったんですけど、このクラスね、非常に進んでんのよ。他のクラスと比べて全然進んでるから、やっぱ他のクラスとダイヤ合わせた方がいいなということで、今日は皆さん授業全面運休にします。はい、運休になるんですけども、はい、まあ読書とかね、まあ、静かに過ごしてもらいたいんですけど、まあ、他のクラスのね、迷惑にならない程度だったら喋ってもらっても結構ですので、はい、各自時間を過ごしてください。はい、先生は寝ます。はい、それじゃあお願いします。